広島大学相手陣34ヤードからセカンドダウン13。さあまだついている。ナイスラン。ランニング枠1番ハンドフォースを託されまして中央突破、相手ディフェンスムラムラの中素晴らしいステップワークで中央を切り込みまして約12ヤードのゲインとしています。わずかに攻撃権更新には至っておりませんが3回目の攻撃残り1ヤードの状況に変えました。ここまで1番の吉村素晴らしいランを重ねております。広島大学相手陣20ヤードからサードダウン残り1ヤード。中央へのランプレーファーストダウン。ここは広島大確実に好調なランプレーで攻撃権更新を成しました。見事その期待に応えましたのは先ほどからの好調なランを重ねる1番の吉村です。4回生素晴らしいプレーを披露しております。さあこれによりまして広島大学相手陣エンドゾーン近くに入ってまいりました。相手陣17ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファーストラン。今度はランニング枠を22番に変えました。22番にトスし、左オープンへランプレー。22番そこから相手を吹き飛ばしながら攻撃権更新です。広島大学ファーストラン。力強いランで攻撃権更新なしましたのは22番の長宗でした。2回生です。さあこれにより相手陣4ヤードに入りました広島大学ファーストラン2ゴールに変わります。4回の攻撃権でエンドゾーンを狙います。ここでイエローフラッグ反則が発生しております。審判団からフィールド上に黄色いウエスが投げ込まれますとイエローフラッグ反則を意味します。先ほどの反則はオフェンスチームの反則でした。交代班フィールドの中に12人おりました。アメリカンフットボール選手の交代に制限はありませんがフィールドの中は11人以下でなければいけません。この人数違反によりまして5ヤード抜退しファーストダウンやり直しという形に変わります。リアンさんはそうですね、広島大学非常にランニングバック陣好調といった兆しが感じられます。どの選手も素晴らしいランを決めております。広島大学相手陣11ヤードからファーストダウン2ゴール。タッチダウン。ここで広島大学オプションプレーを選択。左に展開しクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーですがここはランニングバックにピッチ託しました。これが決まりましてエンドゾーンに飛び込んでタッチダウンとなっております。広島大学タッチダウンにより6点先制となりました。そしてトライフォーポイントタッチダウンの後のワンプレーに入ります。広島大学はこのワンプレーキックによる得点を狙います。キッカーは73番の川上4回生。ここでホイッスルイエローフラッグが投じられております。オフェンスチーム広島大学の反則です。フォルススタート不正なスタートを切りました。オフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。5ヤード抜退しトライフォーポイントをやり直しとなります。5ヤード下がりましたがこの距離キックによる加点を狙います。このキックを73番の川上見事に決めまして1点追加。広島大学ラクーンズ7点、岡山大学バジャーズ0点。まず広島大学がタッチダウンで先制する形になりました。
アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けて2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはその後にもうワンプレーボーナスのプレーがあり、ここでキックを決めると3点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点としては自分たちのエンドゾーン内で倒される自殺点、セーフティーの2点です。この結果アメリカンフットボールワンプレーの得点は2点、3点、6点、7点、8点の5通りになり、この足し算によって引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そしてアメリカンフットボールは得点を上げた側のキックオフで試合が再開します。ラグビーと違い相手が次の攻撃を得やすい形になります。さあそのリターンに広島大が、岡山大が入った。リターナー右サイドライン際を駆け上がるように前進を図りまして、自陣35ヤード付近を確保しております。この位置から岡山大学反撃に入ります。さあ最初の広島大の攻撃を残念ながらタッチダウンを許す形になりました岡山大ですが、好調な攻撃は展開しております。この反撃の機会に同点を狙うといったところでしょう。ボールは自陣35ヤードから岡山大学ファーストダウン10。広島大ナイスディフェンス。岡山大ここでまずランプレーにより確実に前進を図ろうというところでしたが、この10番のランプレーを92番ノーチャージしましてノーゲインに変えております。素晴らしい切り上がりを見せロスタ、ゲインを阻止しましたのは92番の広瀬3回生です。岡山大学セカンドダウン10。このパスは通っております。クォーターバック7番、中央におりましたワイドレシーバー9番にパス、相手のディフェンスカバーを避けるように低いパスを投じ、これを9番見事にキャッチしまして5ヤードゲインに変えています。難しいパスでしたが見事にキャッチしましたのは9番の武田、伊賀谷北高校出身のプレイヤーです。岡山大学自陣40ヤードからサーダウン5。さあこの距離をランプレーで突破を図りましたが、これは広島大阻止します。ゲイン1ヤードにとどめましてフォースダウンに変わります。リアム様メッセージありがとうございます。オフェンスラインマンの選手、小柄な選手が多いような、岡山大小柄な選手が多い印象があるということですが、この点は岡山大学も人員状況さまざまあると思います。しかし逆に言いますと小柄であっても巧みなブロックによりランを前進しているあたりは素晴らしいテクニックを披露していると私は感じます。さあこのフォースダウンパントを選択しまして、このパントは広島大学陣20ヤード付近で外へ出ました。この時点で攻守交代テイクオーバーとなりまして攻撃権変わり広島大学の攻撃に変わります。木山さんはおそらくはパントフォーメーションのことを指されてのメッセージかと思います。キッキングシチュエーションにおいてはいわゆるオフェンスをやるよりもキッキングに特化した人材の方が望まれます。いわゆるパスをキャッチするよりタックルをする選手の方が望ましいということで、おそらく人材が変わったこの点をご注目されたと思われます。高岡様メッセージありがとうございます。広島大学にご注目いただいているということですね。吉村君昨年よりもパワーアップしているということで、そのように感じていらっしゃると思われたということですね。実際私もご覧見させていただきまして広島大学非常に充実した戦力を感じております。春の初戦とは思えない陣容、これは昨シーズン非常に苦しい思いをし、そして悔しい思いをした思いが募った形で今シーズン素晴らしい陣容になっていると私は感じます。さあこれを、
広島大学は得ました攻撃権をさらに生かし得点を狙います。ボールオンは自陣21ヤードから広島大学ファーストダウン10。パス不成功。今度はパスプレーから入りました。右に展開していくワイドレシーバー97番にパスを投じましたが、このパスはオーバースロー。パス不成功によりセカンドダウンに変わります。さあ攻め手を変える形を感じるまず最初の1点目でしたが、この2つ目のセカンドダウン、どのようなプレーを持ってくるでしょうか。ボールオンは変わらず自陣21ヤードから広島大学セカンドダウン10。さあクォーターバック、ここでパスを投じんと構えましたが、ディフェンスのプレッシャー感じまして QB スクランブルに転向しようとしランを展開しようとしましたが、これを岡山大学見事対応しましてノーゲインとしています。素晴らしいディフェンスでした。岡山大学ナイスディフェンス。さあ広島大学ボールの位置ほぼ変わらずサードダウン10の状況に入ります。岡山大としては何としてもここで阻止したい。広島大学サードダウン10。パス不成功。クォーターバック7番下がりながら中央切り上がりました。中央に入り込んできたワイドレシーバー1番にパスを投じましたが、このパスコントロールミス。パス不成功によりフォースダウンに変わります。いや、その確かに岡山大学ディフェンスエンド、いわゆるエッジラッシャーという両翼の選手が非常に好調なスピーディーなディフェンスを展開し、広島大学を圧倒している感があります。この点が岡山大学の生命線になるかもしれません。さあ広島大結果的にフォースダウン、パントと変わります。これはナイスパントでした。先ほどのプレー、岡山大学が中央から強烈にプレッシャーをかけました。このことによってスナッパーコントロールを乱し、あわやボールが大きく後逸するかというところでしたが、パンターはこれを見事にキャッチし振り向きざまにパントしまして、ハーフウェイ付近に陣地返しましての攻守交代となっております。パンターは取るや否やすぐに蹴るということが望まれますが、それゆえに正確にボールが届かないとパントそのものが蹴れない状況になります。非常に厳しい状況、見事にリカバリーしましての陣地挽回でした。岡山大学、しかしハーフウェイからの攻撃に入ります。岡山大学ファーストダウン10。さあまず最初のパス取ります。岡山大学のパス成功しまして約6ヤードから7ヤードのゲイン。まず最初岡山大パスから入りました。これをクォーターバック7番見事に決めまして約7ヤードのゲインとなっています。さあランプレー好調の岡山大、ここでクォーターバック7番木村のパスが加わってまいります。ボールオンは相手陣43ヤードから岡山大学セカンドダウン3。ここでホイッスル。岡山大学ここで前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まずは岡山大学ここを勘どころと見まして作戦タイムを取ります。現在インターネットでこの試合をご視聴いただいている方々にお願いがございます。 YouTube の特性上、この配信にいいねボタン、高評価ボタン、あるいはここでコメント等を入れていただくことは、多くの方々にこの試合をご覧いただき斡旋するというプログラムが働く形になっております。この効果できましたら多くの方々にこの試合をご覧いただきたいと思いますので、もし叶いましたら
高評価ボタンやあるいはチャット欄のメッセージよろしくお願い申し上げます。さあ試合再開です。岡山大学相手陣43ヤードからセカンドダウン3。これは広島大ナイスパスディフェンス。ここで岡山大再びランプレーをフェイクにしてのパスを投じましたが、このパスをリフレクト叩き落としましてパス成功に変えています。結果的に岡山大学一つ攻撃権を失いサードダウンに変わります。さあこの3ヤード岡山大突破なるでしょうか。ボールオン相手陣43ヤードからサードダウン3。広島大ナイスディフェンス。ここでクォーターバック7番ハンドフェイから右オープンへ自らのランで突破はからんというところでしたが、これを読みまして広島大92番が猛チャージかけ大きなロスに変えています。素晴らしいロスタックル決めたのは広島大学92番の広瀬でした。3回生です。ここで広島大学が前半1回目のタイムアウトを取っております。先ほどのプレー中フィールドの中で倒れておりましたので、プレーとプレーの間も時計が回り続ける形になります。広島大学としては何としても反撃の機会を得たいというところで、ここで守備でタイムアウトを取り時計を止めました。リアム様、先ほどのはトリプルオプション、いわゆる3通りのランを選択するプレーではなかったかという判断でしたが、おそらくプレーの傾向的に言いますと単純にハンドオフをフェイクしたクォーターバックの右オープンへのランプレーです。オプションという形よりはむしろ決め打ちに近かった感があります。ただこれらは各チームそれぞれのノウハウによる独自の戦術がありますので、これは一概には言いません。そういった形においきましては戦術は様々な形で後ほど検証いただければ、それもアメフトの楽しみとなります。さあ広島大のパント、失礼しました、岡山大のパントを広島大リターナー中央切れ込みまして返そうとします。結果的に自陣35ヤード付近まで返しまして、この位置から広島大学の攻撃に変わります。さあ試合は流れていっております。前半残り時間は2分35秒となっておりますが、広島大学の攻撃に変わります。広島大学自陣38ヤードからファーストダウン10。広島大学ファーストダウン。クォーターバック7番パスを投じんと下がりましたが、ディフェンスのカバーよしと判断しスクランブル、緊急発進のランに変えました。この判断が功を奏しまして攻撃権更新になっております。広島大学ファーストダウン、見事攻撃権更新果たしましたはクォーターバック7番の失礼しましたクォーターバック7番の丸山でした。3回生です。昨シーズンリーグ戦において優勝しました山口大学との一戦、最終残り5秒でブザーピーター立ち合うんで逆転を決めましたクォーターバックです。パス成功。今度は左に展開していた16番にパスを通しました。これはタックルしましてゲインは約5ヤードにとどめておりますが、しかし前進になっております。取りましたが16番の太田、先ほどご紹介したブザーピータータッチダウンを決めましたワイドレシーバーです。今シーズン4回生最後のシーズンに挑みます。広島大学セカンドダウン4。成功。クォーターバック7番ここで中央へパスを投じましたが、これは岡山大学82番が
がパスカットする形でパス不成功になっていますが、岡山大八重にはあわやインターセプトというチャンスでした。しかし結果的にはパス不成功に終わっております。さあ広島大、しかしチャンスにはまだあります。相手陣46ヤードからサーダン4、前半残り時間は1分12秒。クォーターバック7番パスを投じんと構えましたが、ディフェンスのカバーよく、そのターゲットを探す間に岡山大学77番ダッシュしました。キュービーサーク、パスを投じる前に仕留めました。見事キュービーサーク決めましたのは岡山大学77番の伊勢崎、徳島県立城南高校出身のプレイヤー。ここで素晴らしい仕事をしました。ここで岡山大学が前半2回目のタイムアウトを取っております。岡山大学もここで攻撃権を得て、残り時間で得点を上げたいと考え、ここで守備でタイムアウトを取りました。このタイムアウトによる時間の駆け引きもぜひご注目ください。さあ広島大学フォースダウン6の状況ですが、パントフォーメーションを取りません。プレーを選択します。フォースダウン6、フォースダウンギャンブル。ここで6ヤード突破しないと攻撃権を失います。そのパス決まりまして攻撃権更新、ギャンブル成功、ファースダウン。ここで広島大学ギャンブルを敢行しまして、クォーターバック7番左に展開した21番にパス、これを21番見事にキャッチして攻撃権更新果たしております。広島大学ファースダウン。勝負どころのパスを取りましたのは21番の湯気でした。3回生です。さあこれにより広島大攻撃継続、相手陣35ヤードからファーストダウン10、前半残り時間51秒。タッチダウン。ここでクォーターバック7番パスプレーに挑みました。中央切れ込んできた16番にパスを投じ、これを16番キャッチ、相手タックルを受けましたがそれを跳ね飛ばしてそのままエンドゾーン飛び込んでタッチダウン。広島大学クォーターバック丸山、そしてワイドレシーバー太田へのホットライン決まりまして、タッチダウンとなりまして、さらに3点加点、失礼しました、6点加点となっております。そしてタッチダウンの後のプレートライ4ポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加、広島大学ラクーンズ14点、岡山大学バジャーズ0点となっております。前半終了間際、双方タイムアウトを使いながらお互いに駆け引きを見せ合う素晴らしい攻防がありました。その土壇場の状況、相手の裏を突くように広島大学ギャンブルを決め、その勢いに乗りましてタッチダウンとしまして、現在リードを広げております。さあ前半残り時間42秒、広島大学のキックオフで試合再開となります。この残り時間を岡山大学は果たしてどのように使うでしょうか。さあリターンに入ります。リターンで右サイドライン際を駆け上がるように自陣30ヤード付近を確保し、この位置での攻撃としています。
春の段階はお互いにそれぞれの様子見の部分、そしてそれぞれの研鑽を積んできた確認の部分がありますので、さまざまな思惑があると思いますが、この残り時間を使うというそのシミュレーションとしては非常に絶好の状況かもしれません。岡山大学自陣30ヤードからのファーストダウン10に入ります。2ダウン、クォーターバックスナップを受けてすぐに膝をつき、ランプレーとしてこのプレーを流していく形にしています。どうやらここは無理をせず、このまま前半戦をリスクなく消化する判断としたようです。ここで前半の時間がなくなりまして、前半戦終了となっております。前半終えまして、岡山大学バジャーズ0点、広島大学ラクーンズ14点。広島大学は2つのタッチダウンを重ねまして、現在リードする形で前半戦終了となっております。